12球団の犠打によって増やした得点ランキングがこちら。1位横浜マイナス 3.9、 巨人マイナス 4.3、 中日マイナス 5.0、 阪神マイナス 5.6、 ヤクルトマイナス 6.2、 オリックスマイナス 6.9、 西武マイナス 7.1、 ロッテマイナス 7.5、 広島マイナス 8.1、日ハムマイナス 9.0、 ソフトバンクマイナス 10.2、 最下位楽天マイナス 10.8。 パリーグはバントやめた方がいいと思う。やっぱり最下位楽天よな。大事な場面で1アウトからわざわざバントするのは非合理だと証明されてしまった。バントなんてピッチャーや打てないキャッチャーならまだ全然わかるけど、主力にやらすチームがあるのはほんと理解できない。これで犠打は得点効率を下げてるってことが分かったわ。巨人はバントバント言われてたけど、これ見た感じ優秀な数字出してるね。栗原にバントさせるから絶対これ栗原の影響が響いてるでしょう。新庄が CS でバント連続させないか気になる。 CS だからって変なことはせずに普通に戦ってほしい。ソフバンは戦力層だけで優勝したわけであって、国母は別に有能とかそういう部類ではないことがよく分かった。なお楽天の監督さんは送っていかないと点にならないと考えている模様。藤川監督はバントしないことを祈ってる。サトテル2番派だからそこは心配しなくていいと思うけど、相手がコントロールに苦しんでる時に1球で簡単にバントさせる監督もやばいと思う。そこは様子見とかして1アウトの重要性を感じてほしい。強い打線がバントをする必要性は全く持ってないと思う。最後までご視聴ありがとうございました。こちらの動画も見てくださいね。